ショットは昨日の方が良くて、なんかこう取れるところで取って、あと、まあ、粘るところで粘ってっていう感じでした。そうです、たくさんあったので、なんか昨日よりは悔いが残ってないゴルフです。まあ、昨日はたくさんバーディー取れたけど、まあ、今日4バーディー、これは全部長いパット？いや、これは長いのもありましたけど、短いのもあったので結構まんべんなく取れてると思います。で、全体的に調子はいい？そうですね、ちょっとショットがなんか右に行く嫌な球がちょっと出てたので、そこだけ今から修正したいなと思ったところなんですけど、パターンもだんだん良くなってきましたし、明日に向けてこういい兆しがあると思います。まあ、ムービングサタデーですから、もっとバーチに良くなってくる。そうですね、こう一つでもやっぱり伸ばして、こう4日間アンダーで回るっていうのが目標でもあるので、そこを目指して頑張りたいなと思います。ちょっと気が早いですけど、優勝スコアで言ってくれない？どれぐらいなんですかね。でもやっぱ明日とかは結構難しいセッティングになってくるかなっていうふうに思うので、10ちょいかなっていう感じです。どうですかね。でもまあ明日になってみないとわからないんですけど、でも目指して頑張りたいなと思います。はい、ありがとうございます。